琴乃木坂46でタレントの高山一実とタレントのファーストサマーウイカが、22日放送のフジテレビ系、僕らの時代、毎週日曜朝7時に出演。フジテレビの宮地真奈美アナウンサーと共に恋愛話を繰り広げた。高山一実&ファーストサマーウイカの結婚観アイドル&宝塚のオタクという共通の趣味を持つ高山とウイカの二人。高山は結婚について聞かれると、考えますね。結婚したくて、と明かした。理想の家族像について、子供は二人欲しい、子供の頃のプロフィール帳みたいな夢ですけど、と照れ笑い。この高山の返答にファーストサマーウイカは、可愛い、と胸キュンしていた。一方、2015年に一般人の男性と結婚したウイカ。自身の気持ちが上がらない時は、別に答えは欲しくないけど、いやー今日これだったわ、っていうのを、旦那さんが、聞いてくれて、と口を開いた。旦那さんはウイカにとって親や他の人だと、見栄を張って話せない、ことを打ち明けられる存在なのだとか。この、ちょっと聞いてくれる、ことが、自分が結婚しててよかったって思う最大のポイント、と自身の結婚生活を振り返った。バル、高山一実、一番嬉しい言葉は、顔が好き、また、高山は好きになる相手について、見た目を褒められるとすぐ好きになっちゃうんですよ。顔が好きです、って言われるのが一番嬉しくて、と告白、握手会とかでも、顔が好きです、と言われるの、が一番嬉しかったし、とにかく見た目を褒められると好きになっちゃう、と続けた。意外な高山のツボにウイカは、へへへ、簡単、と驚き。高山は、本当にちょろいので、顔褒められたら、と笑い、駅伝選手などが自身の推しだと気づくと、この人絶対応援すると熱が入ってしまうと明かす場面も。それでも最後には、ファンの皆さんが一番好きです、と笑顔で締めくくっていた。